はい、こんばんこんにちは。ファンタシースター1、続きやっていきたいと思います。はい、そんな感じでシオンのね、とこまで戻ってきました。で、今からね、イアラと呼ばれる洞窟。まだ一回も行ってなかったんで、そこの中の探索、していきたいと思います。よし。一歩で出るか。ガシコからちょっとね、長そうな感じだからね。ロボット探しみたいなとこがね。ガシコをそのまま南に行って、ぐるっと回って、前回、グールと戦ったとこかな。あそこよりもうちょっと北に何か、火山のなんかとこあったんだけどね。グールも強そうだったしね。ちょっとここいらでちょっとレベリングが必要かなという感じで、今回は、本当に最初の街から近いんだけどね。ここだよね。見えた見えた。だからゲーム始めてすぐ行けたダンジョン。だからそこまで敵は強くないと思うんだけど、どうなんだろうね。だけどタランチュラ出てくんだよな。アリサが動けない。にゃお。ランチュラでちょっと苦戦。一回の戦闘が長引いちゃうな。よし。あとね、タイロンの装備の方をちょっと買ってきました。セラミックの盾、1400メス出したんだけどね。とりあえず装備させたんだけど、守備力がまだまだ90しかないからね。アリサなんか120あるんだけど。よし。ちょっと入る前にちょっとセーブしよう。セーブして、どのぐらい長いかも想像もできないけど、いきなりか。ということは、最初から来てもね、ダンジョンキーを入手してないから入れなかったってことだな。いきなり分岐。ちょっと待って、ここちょっとチェックしよう。おお、ちょっとなんか、バットマンは強えぞ。まあだけどこっちもだいぶ強くなったからね。ルツくんはやめてあげて。よっしゃ。あと、まあ目標としてはね、1400メスタ貯めて、アリサ用のね、セラミックの盾も欲しいかな。うまよし、トラップなし。4体。
タイロンの装備もちょっと考えたいな。全体攻撃なくなっちゃうけど、そろそろ敵の HP も高くなってきたし、全体に5ずつよりもなんか一発ちょっと15ぐらい与えるような攻撃してくれた方が助かるかもしれない。うん、結構ミャオの HP が減ってるな。うん、ちょっとややこしいな、ダンジョンが。もう全部回っていく感じで。まあいい寄り道な感じだね。20メスだって。うん、だけどさ、前回前々回パートかなのダンジョンの落とし穴っていうのも気になるしね。帰ってきたか。で、これで初の奥の部屋に入ってき生きて帰った者はいない。ヒッヒッヒ。はあ、エロイメイト。え、これが落とし穴か。いきなり洗礼を受けましたね。OK。おいおいおい。ミャオとルツがちょっと怖いな。誰も死んでほしくない。よし、ちょっとここでミャオのドヒールをアリサのヒールでぶつく。アリサのヒールでタイロン。よし、こう。え、これで B3 ってことか。入れるかな。これで B4。 全く意味が分かんなくなってきたぞ。ウィザードリーみたいにさ、もう1階層変わっただけでももう死ぬからねみたいな。進むしかないわな。
よし、テレパス、トリセツ、トリセツ、テレパス、テレパス、沈黙させるとかそんな感じかな。ああ、一部モンスターと会話可能になる。へえ。どのモンスターと話せるか分かんないけど、まあとりあえず雲系はちょっと通常のやつより賢いっていうのは前回の牢獄で話は聞いたとこだからね。いやーだけどさ、ダンジョン脱出魔法覚えてくれませんかね。ああ、ぐるっと回った感じだね。ちょっと今のダンジョン脱出魔法あるね。スルトって魔法だね。ミャウとルツが覚える。するといつ覚えてくれんのかな。ちょうど次のタイミングで覚えてくれたり。お、なんかみんな一気にレベル上がったぞ。うわぁ、行くか。牢獄の最後でもいたからね。もしかしたら何かアイテム落としてくれねんじゃないの。よっしゃ、長いな。経験値うまんまそうだけど。人数が多いときはタイロンの銃が本当にありがたい。よっしゃ、いいね、いい感じだよ。よっしゃー、シルバータスク。ミャオだろう。これでちょっと強くなったってことか。ミャウだけ？なんかルツくんもさ、装備欲しいな。
よし。ヒールでアリサと、アリサのヒールでルツくん、ルツくんの、あ、すると覚えてんだ。おー、安心だな。まあだけどまだちょっと余裕あるから、ちょっとな、内部探索していこう。いやー、よかったよかった。消費 MP 見てないけどな。いやー、でもいい感じだわ。ここでちょっとレベリングしたいな。お金もたまるしね。で、どんだけ、今地下4階だけど、どんだけ落ちてもスルトで帰れるってのがわかるから、もう安心です。うん、また新しいところだぞ。ほう。上がらずにちょっと、もうちょっとね、ここの、こっち側。行ってみましょう。防備に、いいね。一応さ、ライトペンダントをルツ君用の装備と思って買ったけど、実はそのサーチライトの役目を果たすってことだったんで、サーチライトの方をね、全部売ってきました。多分ライトペンダント壊れることないと思うけど、まあ壊れたら壊れたらね、またあそこの村に行って買っていこうかと思いますけど。まあ今回はね、レベル上げと、ニャオの武器、初の武器だけど、これで終わりっぽいな。だって上しか上がれなかったから、多分ここはミャオの装備を入手できるってだけのことなのかな。強いな。いや、強えわ。タイロンがちょっとな。またここでどっか落とし穴があるのか。広いな。うん、先にこっち見るか。ああ、道を。なんもないね。ことね。ペロリーメイト。まあでもちゃんとよく考えてるね。このタイミングでスルトも覚えるし、洞窟侵入して落とし穴、連続落とし穴からのミャオ専用武器の入手、早い段階で入手できたから、あとはね、いかに安全にルツ君が死なないように
ルツくん死んだらもう帰れないからね。一応戦闘終わったらミャオの魔法もちょっと見てみようか。うん、まだ覚えてないな。おおおお、貯めるの怖いよ。おっしゃ、よかった。溜めた後にターゲットが撃つに向くと怖いんだよな。十分痛いけど、ミャウでも。おっしゃあ、もうミャウも完全アタッカーだな。まだまだいけるぞ。また新たな扉が。タイミングに魔法をちょっと確認。スルトの消費 MP をスルト4か。じゃあまだね、ルツ君にも回復使ってもらってもいいな。6は大きいね。よっしゃ、グッジョブ。よっしゃ、いい感じ。いい感じ。よしよしよし。めっちゃレベル上がってる。エンカント質も半端ないけどな。オッケー、3990。頑張ればアリセのダイヤモンドの鎧でも買えそうだな。サーチライト、
なものしか。もうどこ回ってるかわかんないよ。やっと上上がってきたけども、20メスだて。OK、 いい感じ。さっきの道に戻るかと思ったらまた別の道だな。ほう、ビンドア、トリセツ、トリセツ、ビンドア。あ、金縛りにして動けなくする。消費 MP4。 まあ進むしかねえな。さっきタイロンとミャオとルツくんが同時にレベルアップしたから、そろそろミャオのレベルアップする感じかな。下りになってる。まあだけどあんまダラダラしててもしょうがないんで、次ミャオくんが上がってルツくんが上がったら、ルツクの魔法で出ましょうか。そろそろまた落とし穴に遭遇しそうな感じ。まだまだシオンも北側のとこのとこも入れないし、ただケーキ屋さんしか行けなかったからね、北の方は。まだまだ世界は広いよ。まだいけるね。もうあとは戻るしかないか。
まうま。長いな。うん、これでルス君レベルが上がりそうな気がする。次だろ。くたり。まあ一回降りてみるか。だってあっち側から来たもんね。から来たかな。よしよし。うん、そろそろルツくん HP 回復したいな。おし、怖い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 。おー、行こう行こう行こう。うん、ちょっとミャオに回復お願いしよう。足りねえか、アリサ。トルーパー。トルーパも知らないぞ。トルーパもちょっと検索調べてみよう。最後に立ち寄った教会へ戻ることができる。移動時のみ。MP8 使う。なるほどね。あとさ、この説明書、取説のさ、魔法のマジックの1ページ目がファンタシースターなんだけど、ファンタシースター2のテクニックが、ファンタシースターオンラインとかさ、そっちの魔法とテクニックと一緒だから、なんかファンタシースター2遊ぶの楽しみだぞ。ルツ君と将来ミャオも覚えることになるスルトが、ダンジョン脱出魔法で、さっきのさ、アリサの魔法が最後の教会、立ち寄った教会までって言ってたから、一応 MP8 残ってるから、ルツ君のレベルが上がったらさ、ちょっと使ってみようか。怖い怖い。
しゃ。うん、やっぱりそろそろね、タイロン武器買ってあげよう。よし。いやー、まだまだ開けてないとこあるんだ。せっかく鍵開けて入ってきたの20って。これが B2 かな。よっしゃ。おっと、ルツくんレベル上がっちゃったね。まあ一歩行き止まりまで。ゲイ。分岐か。じゃあちょっと使っていきましょう。トルーパー効果がない。しかも MV 消えた。ジャルズくんのスルト、よし。やっぱ外で使わないとダメなのかな、きっとね。いてててて。まあこのままね、最初の始まりのとこまで帰ろう。結構レベル上がったぞ。じゃあとりあえずタイロンの装備、ニードルガンをアリサと同じセラミックソードに変えて、あとアリサのボロンシールドを売って、タイロンと同じセラミックの盾を装備させて、次回パートではいよいよロボット探しですね、やっていきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。